はい、簡単動画にもハモチクです。それじゃあ、被服山の魔法使い、今回が第7回かな？始めたいと思うんですけど、今回のページが221からなんですけど、結構今このページ開いて結構戦慄してるんですけど、なんか前回4人のゾンビをやっつけて、で、その後なんか倒れてる男のものを、なんか持ってるものを調べて2つ持っていけるっていうから、前回金貨と銀の十字架を奪ったんですよ。で、そっからそのまま出られるかなと思ったら、なんか221が「君が集めた謎の品々は何だ？装備表に最初に書き込んだものはどれか」ってなってて。鎧か盾か剣か金かが十字架かって、結構 結構怖いんだけど、なんかゾンビと関係あんのかな？ここで死亡 で、初めにもらったのは金かと十字架なんですけど、先に書いたものは何かっつったら金かなんで、ちょっと金かの110へ行ってみます。はい、110に来ました。これで君は金貨8枚儲けた。なんか儲けたって言い方がね、なんか奪ったとか、なんか盗んだというかね、なんか儲けるってことにちょっと抵抗あるけど、また安全のために敵が靴の中に隠していた 金貨2枚をもう見つける。マジで？なんかもうダメか、なんかやばい呪いでもかかるかと思ったら、もう2枚増えちゃった。金貨12枚もゲットできた。まあ、多いのか少ないのかまだよくわかんないけど、まあいいや。これで終わりかな？ 319。319来ました。手に入れた2つ目の品の秘密を知るには221へ進んで調べてみよう。あ、なるほどね。なんか特に武器の紹介がなんか鋼の剣とか何も書いてなかったから、特に意味ないのかなと思って、鋼の剣とか選ばなかったんだけど、これなんかあったんだね。全部のアイテムになんか秘密が。あ、そう。じゃあ鋼の剣もらってきっと技術点が上がったんじゃないかな。まあいいや、221へ。はい、221。君が集めて謎の品々なんだ。ここで、金貨調べたんで十字架見ます。170へ。はい、170に来ました。十字架は純銀製で金貨4枚の価値がある。また増えちゃったけど、金の亡者みたいになってきたな。金貨16枚。このままもう帰っていいんじゃない で、金のコインだからね、結構な額なんじゃないの？なんかわかんないけど、この当時でも。ねえ。319進め。319来ました。で、2つとも調べたので、81行きます。はい、81に来ました。物音にギクッとして、急いで部屋を出る気になる。怖い。北側の扉を調べに、ここね、歩み寄る。205へ進め。扉後は、はい、205に来ました。扉が開くと、君は何か暗い納骨所のようなところにいる。随分大きな部屋だ。一方の端には祭壇があり、様々な棺桶がそこら中に転がっている。背後の南壁に一つ、西壁に一つ扉がある。正方形な感じの納骨所。背後、これは入ってきた。違うのが南壁に一つだから入ってきたやつでしょ。で、西壁にも扉があると。ほう。もっと室内を調べてみたければ、254へ。君が悪いなら西の扉から出て行っていい。これまた、でもさっきの部屋がゾンビまみれだったから、ここもなんかそこと関係あんのかね。調べるか。254。はい、254来ました。死のごとき静けさだ。
棺桶の周りを忍び足で歩き出した君は水のゆっくり滴る音にぎょっとする。祭壇には手の込んだ彫刻が施され宝石が散りばめられている。おお、いいね。見事な織の布が壁にかかっているが、ところどころ擦り切れている。室内には棺桶が3つある。きしむ音にパッと振り向くと、君のカンテラの光が一番大きい棺桶に落ちる。蓋が開くではないか。はあ。見ていると白い顔をまたなんか出てきたな。見ていると白い顔をした長身の男が起き上がる。目が開いて君に注がれる。穏やかな顔つきが凄まじい憎悪の表情に変わる。怖え。口が開き震え上がるような短息が喉からほとばしる。歯は狼の牙を思わせる。男は君を差し招く。君は、あ、これなんかドラキュラじゃないこれ。要望に応えて近づくか、剣を抜いて戦う用意するか。それ、あ、あとあるな、他の攻撃手段を求めてザックに手を突っ込むか、石の扉へと一目散に走るか。あ、わかった。これ吸血鬼で、あたい銀の術が持ってるから、他の攻撃手段を求めてザックに手を突っ込んで十字架を見せつけるという選択肢があるんじゃないかしら。絶対そうだ。279いきます。はい、279。ほら、君の目の前にいるのは吸血鬼だ。あ、やったね。またこいつも宝持ってんじゃないの。攻略方法はいろいろある。剣では普通、本当の深手は負わせられない。おお、正統派ファンタジーって感じだね。十字架は、何十字架を追い詰めることはできても殺すことはできない。なんだよ。このどちらかがあれば西の扉までから出るまで持ちこたえることができる。どちらかと剣なんてみんな持っていくから出れっしょ。素手の人とかいんの剣か十字架って話でしょ。何が何でも吸血鬼を殺すつもりなら、あるよ。昨日木槌と尖った短い棒が5本。何が何でも吸血鬼を殺すつもりなら打ち倒して木の杭を心臓に突き立てるしかない。杭を持っていて吸血鬼を殺したいと思ってるなら17へ。あ、これはもう戦うしかないし、このもうこれ持ってても仕方ないからね。木槌と尖った短い棒5本。17いきます。はい、17来ました。木の杭と土を用いて、なければあり合わせのものをつなんだ、なくてもよかったかいな。まあでも杭はねあるからね。十字型にあ、そういうこと。木の杭と土を、でも十字架持ってるからいいよ。吸血鬼に迫って隅っこに追い詰めるちょっとなんか可愛いね、この隅っこって、なぜかひらがな隅っこに追い詰める。吸血鬼は鋭い息を吐いて君を捕まえようとするが、あ、近づくことができない。十字架あるからね。だが心臓に杭を打ち込むのもちょっとやそっとのことではできそうにない。そりゃそうだ、めっちゃ近づいて打ち込まなあかんからね、まあ、噛みつかれる。前進するうちに、なんでまたまた前進するうちに、この前もなんか石につまずいたでしょう、勇者は。どんだけドジっ子やねん。前進するうちに君はつまずいて前のメニューに転ぶ。運のいいことに杭が前方に飛んで絶叫して、なんでやねん運良すぎるやろ。運のいいことに杭が前方に飛んで絶叫してる怪物に突き刺さる。全然意味わからん漫画やん。何が正統派ファンタジーやん。運試しをせよ。吉と出れば杭は吸血鬼の心臓を貫く。凶と出ればかすり傷に過ぎず相手の体力点3点を引く。
あれ相手の体力点3つって吸血鬼のあれどっか書いてたっけ、技術と体力。あれちょっと見過ごしたかな。吸血鬼は君を部屋の向こうの西壁の扉の方へ後ろざめに投げ飛ばす。扉を通って逃げるには380へ、戦い続けるには144。基地と出て吸血鬼を殺したならば怪物の宝を探すことができる。ってことはこれサイコロ頑張って2個振ってハム地区の運10以下を出せば OK ってことね。あ、もうこれでいいでしょ、1が出る6でしょ。あ、じゃあ OKOKOK 倒せました。じゃあ吸血鬼の宝ってなんか結構すごいのが出るんじゃないの。327へ。いやでもすごいな、運良すぎるだろう。こけて持ってた杭がついつい手からプーンって飛んでって、人の目って結構硬いと思うけどね、そんなサクッと刺さるかね、骨とかあるしなんか土とか木の杭とか全然いらんかったよ。あ、でもこれ1個減らせばいいってこと4 一応では327へ。はい、327来ました。床の上の死体は君の目の前でどんどん置いていく。顔が50歳に見えたかと思うと90歳に、そして100歳をはるかに超えた年に達する。見守るうちにも皮膚が腐り目玉が溶ける。怪物の胸のあたりで動くものがある。吸血鬼の慣れの果てが朽ちていくと同時にその胸部から小さな黒い顔が突き出る。小型の黒とがりネズミに似ているが自由の身になって翼を広げる、やコウモリだとわかる。君は打ちかかるがコウモリは羽ばたいて暗闇に消えてしまう。あ、これ知ってる。この吸血鬼は死んだと思ったらその本体がコウモリで、でコウモリは棺の中に戻って一昼夜地の霊みたいな地霊をこう吸収して翌日には完全復活するっていう設定があったはず。君は急いで部屋中を探り回る。まだ他にも棺桶があるのを忘れるのはあと2つあるね。金貨すごい。待って、金貨30枚マジで。46枚もゲットしちゃったけど、本一冊何やろ、本こういうのワクワクするな。本一冊、それに Y 字型の棒を1本見つける。あ、待って手持ちの品を1つ置いていけば、あ、じゃあもう尖った短い棒はもういらんだろ。1つ、まあいいや、これ捨てよう。 Y 字型の棒って前もあったけどなんか重要アイテムやったのかな。2つ目まあでも1本取ってないからね。で、西の扉から部屋を出られる。380へ進め。空腹ならここで食事をしてもいい。また、吸血鬼を倒したのだから運に3点加点せよ。あ、もう運はもう満タンだからいいや。じゃ体力も結構減ってるんで食料を食べて休憩しますか。じゃあこれ8にして体力全開。よし、他の棺桶は特に何も入ってなかったのかな。吸血鬼復活のネタも特にここでは関係ないのかね。じゃあ、そろそろ多分15分ぐらいもう過ぎてると思うんで、今回第7回の火吹山の魔法使いはここで終了します。でもちょっとなんかやっててすごい楽しくなってきたんでこのままちょっともう1話ぐらい続けてやってみようと思います。はい、じゃあまた次の、第8回でお会いしましょう。簡単動画にもハモチクでした。さよなら。